スクリーンプロセス。スクリーンプロセスは映画における古典的な特撮技法の一つ、合成の技術の一つ、プロジェクター合成ともいう、リアプロジェクションとフロントプロジェクトがある。演技する俳優の背後に専用のリアタイプスクリーンを設置し、スクリーンの裏側から別に撮影した映像を映写機で投影しつつ、スクリーン前の俳優演技を同時に撮影する技法。 スクリーンに投射された映像が南極であれば、あたかも俳優が南極で演技しているかのように見える。画面中央が明るくなってしまうホットスポット現象回避のため、スクリーンと映写機の距離は多く取る必要があり、大きなスタジオを必要とする。またレジストレーションが安定した特殊な映写機とカメラのシャッター同期が不可欠で、初期にはシャフトドライブで機械的に連結したり、 セルシンモーターで電気的に同期させた。現在は電子制御で同期させる。高コントラストで微粒子の結果を望む場合、スクリーン素材はトレーシングペーパーやすりガラスのような見た目が白いものではなく、ポラコート、商品名等のようなニュートラルグレーに色されたマット質感のものを使う。カメラ側被写体のための照明が干渉し、 当社映像のコントラストが低下することを防ぐためである。乗り物のコックピットの場面など、スクリーンとカメラの間に入るものの面積が多い、場合に適する。例、ハリーハウゼンのダイナメーション、ダイナメーション、コマ撮りアニメなどの背景にも使われており、実写とアニメーション素材の合成に使われることも多かった。コマ撮りの際には、オプチカルプリンターに使われる。 レジストレーションピンを内蔵した合成用のカメラと同精度のプロジェクターを使用し、投影光量は十分に小さくする。コマ取りでは、投影映像フィルム1コマの映射時間が極端に長くなり、高熱負荷によるフィルムの編成が無視できないからである。編成しカーリングすると投射映像のフォーカスも変化してしまう。当然のことながら、 通常の映写機の光量を静止したフィルムに与えたら、あっという間に焼けて、穴が開いてしまう。モノクロ映画時代の過去の技術と思われがちだが、ブルーサンダーのコックピットのシーンで、風防やヘルメットのバイザーに映り込む効果を狙って、使われたり、特にジェームズ・キャメロンは、リアプロジェクションを好んで多用していた、ターミネーター、ターミネーター2等、特殊な使われ方として、 アビスの小型船工艇のミニチュアに超小型プロジェクターを仕込んで船工艇の球場の窓に見える乗員の表現をしている。現在ではデジタル技術の方が自由度と結果が良いためにほとんど使われることはない。演技する俳優の背後に専用のスクリーンを設置しカメラと映写機の一体となった特殊な装置で別に撮影した映像をカメラの位置から投射しつつ 手前の俳優の演技と同時に撮影する方法。カメラと映写機の光軸が一致しているので、俳優の体に遮られて、スクリーン上にできた影はカメラには映らない。リアプロジェクションと違い、大きな背景の投影に向いており、ホットスポット、中央が明るく見える光源村が出にくい。プロジェクターの光軸に対して一度でもずれると、反射光量が激減するためパンやティルトはできないと。 されている原則はフィックスが、光軸からずれることのないノーダルポイントを中心に旋回するヘッドを使うと可能となる。例、ターミネーター爆発するタンクローリーの前でリンダ・ハミルトンが逃げるカット。フロントプロジェクションなのにカメラはパンしている。スクリーンには映写機から投影された光をそのままの方向に集中して反射する特殊なものが使われる。これは 交通標識などの反射材としても使われる、スコッチライトという商品と、原理的に字だが、マイクロガラスビーズが、剥き出しの 3M 射精露出レンズ型再起性、反射スクリーン、ハイゲイン7610が使われる。2001年宇宙の旅以前にも使われていたが、この作品で実用化された、2001年宇宙の旅は、80インチのスチル投影に65ミリフィルム、 撮影。俳優の体にも背景用の画像が投射されてしまうが、非常に強いスクリーン反射気度に露出を合わせると、俳優等の露出は極端にアンダーになってしまう。ちょうどシルエットのような状態だが、わずかに投影された映像は見える。そのスクリーン輝度に負けない証明を与えてやると、結果的に俳優にも投影されている、背景映像は書き消されてしまう。 俳優などが面積が少ないものが、スクリーンの手前にある場合に適するが、前景の一部や全部に炎などの発光体や、ガラスや金属、白いシャツなどの反射輝度の高いものを使用するとその、周りに黒が生じるので事実上そのような被写体には向かない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。